まで準備したいなと思います。プールもすごい綺麗ですし、早く泳いでみたいなという気持ちが一番あります。もう十分トレーニングが進んできましたし、はい、やることやるべきことっていうのを全部やってきたつもりなので、まあ、あとはもう本番で実力を発揮するだけだと思うので、まあすごい楽しみです。まず去年はみんな選手村入りましたけど、僕は選手村入ってないんで、まず選手村入って、はい、まあ、無事ここまで来ることができたので、本当に泳げる幸せというか、こうやってこの場所にいる幸せをかみしめて、まあ、本当に全力を尽くしたいなという、まあ、もちろんあの4個目での、まあ、自分の目標とするものは、まあ、もちろん優勝なので、まあ、自分の実力を全て出し切って、まあ、満足する結果でまず自分の競技をスタートさせて、まあ、そこから、まあ、もう始まってしまえば一瞬で終わってしまうと思うので、まあ、全ての瞬間を楽しみながら、そして、まあ、4年に一度の本当に人生をかけた舞台になると思うので、